いわゆる袴田事件のやり直し裁判に向けた弁護団会議が昨日都内で行われ、検察の迅速な対応を促すよう裁判所へ求める方針をまとめました。袴田事件の再審裁判のやり直しをめぐっては、先月静岡地裁で行われた三者協議で検察側が袴田巌さんに死刑を求刑するのかどうかが注目を集めましたが、検察は方針を決めるまで3ヶ月待ってほしいとしていました。これに対し弁護団は、昨日都内で行われた会議で、87歳という袴田さんの年齢を鑑みて、検察の迅速な対応を促すよう求める意見書を裁判所に提出する方針をまとめました。さらに袴田さんは、長年の獄中生活の影響で、回復不可能な心神喪失状態であるとして、出廷の免除も求める方針です。今月15日には袴田さんには訴訟能力はないとする診断書を裁判所に提出したということです。